おはようございます。今朝の体重は 85.4、はい、今日は久しぶりというか何年もな、10年ぶりぐらいかもわかんないけど、五右衛門に来ました。お箸で食べパスタ。今日買い物のね、外に出たついでにスターバックス行って、今日から発売だったこれを買ってきました。じゃじゃーん、江戸のねカップ、まあこれデミタスカップなんですけどね、エスプレッソとかに飲むやつ、ニューイヤーマグ。これね、実はニューイヤーマグね、なんか全然口が回んなかったけど、ニューイヤーマグはね集めてて前から、で今までは普通のねでかいマグカップだったんだけど、なんか今年デミタスカップが出たんでね、デミタスカップにしたんですよ。あの、でかくてね、かさばんの置く場所なくなっちゃうからね。あとね、だるまのねカップとかもあったんだけど、だるまはね、なんか顔がねあんまり好きになれなくてね、だるまこれね、これ前から売ってたんですけど、去年はこのだるまだったんだけど、今回はね黄色とあと透明のねガラスのマンカップ出てたんだけど、このだるまは結構顔好きなんだけどね、他のなんか今年のだるま顔があんまり好きじゃなかったからね、買うのやめました。はい、この間ね昨日届いたこの芋、食べ過ぎちゃうのと、まあ量も多いのでね、全部ジップロックにね小分けにして、まあ冷蔵したり冷凍したりねしようかなと思います。レモンスカッシュね、この間美味しいって言ってたねレモンスカッシュ、結局ね箱買いしちゃいました。これねかなりすっきりしていいんですよね。はい、オキュラス、この方がいいか、オキュラス、これね、まあ、届いて、まあ、クリスマスに届いてね、届いたんですけど、全くね開けてなかったんで、これをね開けていきたいと思います。丸2日ぐらい放置しちゃいました。ペロペローン。まあただね、放置してる間にね、あのこの本体とは別に、じゃん、これエリートストラップ、これもね買ったんで、これがね、あのこれヨドバシで買ったんですけど、ヨドバシのねにはなんか売り切れててなくてね、で公式サイトの方から買って、本当は29日に届くみたいな話だったんですけど、それもねすごい早く届いた、今日届いたんですよ。なのでね、これを一緒に取り付けていきたいと思います。でそれとこれね、まあこれはヨドバシで買ったんですけど、この卵みたいなやつ、何これ、これあ、こういうことね、やば、はい、ん、何これ、これむしれってことか、こういうことね、うん、オッケー、はいはいはい、こんなねかなりがっちりした箱だわ。まあこれは置いといて、じゃあこれをね早速開けていきたいと思います。抜けね、この間ね Xbox 開けた時に、おっと開いた、お、じゃじゃーん、これがケーブル類かな、ちょっとコントローラーからでかいやつかな、この箱も結構、あ、このね新品の家電のいい香りがする結構好きなんですよ。でこれがこのパッドの調整のやつか、
で、これがね、このストラップがこんなね、ベロベロのゴムバンド、ゴムっていうかただの布だな、こっちはゴムだけど、布バンドで、これがいまいち、いいな、これ。いいね。意外と軽いし。あ、ここに、紙がついてた。はい、こんな感じですね。いいな。かなりいいじゃないですか。ちょっと充電しとこう。とりあえずね、もうすぐ届くところにケーブルがあるんで。じゃあこれはこっち置いといて、じゃあこの、ここら辺はどかして。いいね、最近こういうテープがさ、すごい剥がしやすくていいですよね。なんか昔のやつってね、こういうね、昔のやつってなんかビリってやるとここら辺のものとか箱のね、外のところがね全部ビリビリになっちゃって、ああいうのはね大っ嫌いだったんですけど、これも、あ、同じ形になってんだな。お、これは何？これもケーブル？これ説明書かだな。ああ、こんな感じか。ちょっとこのエリートストラップね、あの充電電池付き、電池付きのやつと迷ったんですけど、まあ、できるだけ軽い方がいいだろうなと思って、あとあのなんていうの、VR って長時間使ってるとすごい疲れるんですよね。なのであのできるだけね軽いような感じ、まあ、充電が切れたら、充電切れた時でその時に休憩時間にすればいいかなぐらいの気持ちでね買いました。これでこう、あ、こっちが上になるのね。なんかこう頭になるのかと思ったら、ちょ、これにつけていくか。どうすりゃいいのか、こういうことね。で、これで剥がしたら、ここのこれか、これをこんな感じでスラップがついてるから、これを剥がして、で、ここは両サイドのパッドのところどうするんだろうな。あ、こういうことね。結構ね、力ずくみたいなところあるわ。で、そしたら、これを、こうはめて、結構パキッてはまるね。しっかりはまる。よし。で、それで、これを、こう下から、こうかな。で、こうと。まあ、ここら辺は後で、しっかり調節すればいいのかな。で、これをはめると。これにね、なんか調節のこれがついてんだけど、これはね、かさ増しして、顔がね、ちっちゃい人用とかだと思うんだよね。俺、顔でっかいから。まあ、いらないかな。とりあえずは。後で必要だったら、まあ、そんなに剥がすのが大変じゃなかったから。後でやろう。これが意外と硬いな。うん、全体的になんかこういうアタッチメントは切り欠きがついてるんだけど、力ずくでやれみたいな感じ。よし、これでいいかな。よし、じゃあ実際にちょっと充電、一回充電止めて、で、装着してみよう。はい、じゃあね、早速このオキュラスをね、装着していきたいと思います。ちょっとね、髪の毛ボッサボサだったから、このヘアバンドをつけてたんですけど、これで、これで、ここのところでね、ここのリングでクリクリできるの。ペリペリを、このペリペリを剥がして、
ます。こんな感じかな。これでこんな感じ。ああいい感じじゃん。ああフィット感ね、かなり見えるかな、わかるかな。うんうん。ああいいねいいね。だ電源入れてないから、ちょ電源これかな。どうすりゃいいの、一回剥がそうか。説明書をね、あこれここここだね、ここ横だった。もう一回装着して電源オン。お電源入った入った。ああでもこれ装着感かなりいいね。ちょっと上向いてる感じ。ああコントローラー持てって言われてるけど、コントローラーどこよ。手探り。あったあった。ただコントローラーこれ電池が入ってないよ。ちょ一旦ダメだ、一旦外そう。いろいろ準備がね、準備が違うわ。これ電池入ってるのかな、最初からこのね、変なペロンっていうのを抜いたんで、ちょもう一回やります。これで、あ電池入ってた入ってた、よし。あ、これ分かるの、ちゃんと取れてんのかな、取れてるのかすら分かんないけど、ちょ上に向けながらやればいいのか。これで、あーいけたいけたいけた、すごいすごいすごい。なるほどなるほど、日本語日本語。すごいすごい。これね、あのなんていうの、この距離感がこの画面のね中にこうちょうどいい感じね、分かる感じ、分かる感じってこう語彙力が、画面が鮮明に見えるまでヘッドセットのを顔の上下上で動かして調節してください。 OK。 ちょっとすいませんね、俺の顔だけで。この画面のね出し方とかも全然調べてないから。必要に応じてレンズを調整、これ多分大丈夫そうだな。 Wi-Fi の設定をしろって言われてる。 Wi-Fi を設定しろってことだったね。 Wi-Fi を設定しました。ほんとね、画面が見、ただこれすごい、あのね画面のね、つぶつぶ感がかなりね、減ってる。本当にね、解像度めちゃくちゃ上がってるわ。前のね、あのプレス VR とか、昔のオキラスとかね、は触ってたんですけど、あの、なんていうの、ドット感みたいなのがすごい分かっちゃったんですよ。それがね、かなり改善してる。もちろんね、目を凝らしてギューって見ればね、あの、ドット感みたいなのは もちろんあるんですけど、全然耐えられるかな。あとね、このコントローラー、このコントローラーがね、あの本当に手、例えばここに物を置いたとして、あ、まあ例えばここに台があったとして、この台の上にねこうやって置いたとするじゃないですか。ここにね、ここにあんのよ、ここにここに距離感がね、ちょうどね、なんか現実の感覚の距離感ここにあんのね。これものすごいね。あの昔のオキラスとかってカメラ置いて、まあ、PSVR もそうなんだけど、カメラ置いて、でそのカメラでこっち側にねついているあのセンサーっていうか LED とかを見て、それでやってたんです。やあの位置とかを割り出したりとかしてたんですけどね。これはね、ここのところにカメラがついてて、これで独立してできるっていうね。これこのね、向きとかも手をねクリって返すと、この画面の中でクリって返せるんですよ。これはねすごい、このね凄さはね、多分ね初めて触ると相当感動するんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずねアップデートしてるからお前外せよって怒られたんで、外したいと思います。いや
すごい素晴らしいね。ちょっとオキュラスの何かしらねゲームやってるところとか動画撮りたいなと思います。まあ、これはちょっとねプライベートでいろいろ試したいと楽しみたいと思います。